池谷先生お願いいたします。はい、お願いします。はい、20代の女性の方です。はい、YouTube 視聴者様からのご質問です。はい、池谷先生こんばんは。私は池谷先生のブログ、YouTube 動画の大ファンで、はい、今度ぜひ池谷先生に目や鼻や輪郭などの手術をしてほしいと思っています。はい、でも実は私メンヘラなんですが、ミキヤ先生はメンヘラの患者とか大丈夫ですか？引きこもりでパニック障害でコミュ障でリストカットの跡もあるのですが、嫌ではないですか？あと私みたいなメンヘラの患者さんはよく来ますか？メンヘラ患者さんが整形する場合のアドバイスとかありますか？よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、まあ、その方まず自分はメンヘラだっておっしゃってるけど、まずね、メンヘラって何のことかわかんない人もこれ YouTube 動画見てる人多いと思うので、それからまず説明しようと思います。はい、まあ、メンヘラってメンタルヘルスの略で、まあ、ほぼネット用語なんだよね。なんかネット上で私はメンヘラとかメンヘラだとか、そういう言葉がよく使われるようになって、あの メンタルヘルスって結局そのメンタル、精神の健康状態が悪い人のことを言うんだよね、メンヘラって。まあ、あの精神疾患を抱えてる人のことを総称して言うんだと思うんだけれど、まあ、精神疾患もいろいろあって、まあ、うつ病もあれば躁うつ病もあるし、まあ、パニック障害とか、あと、まあ、リストカットとかしちゃう、あの自傷行為をする、あの精神疾患の人もいるし、あるいは、まあ、コミュニケーション障害ですね。人とあの上手にコミュニケーションを取ることができなくて引きこもりになる人なんかも、まあ、あの精神疾患を抱えていることが多くて、メンヘラって言われちゃうことはあるわけですね。まあ、それがメンヘラってことなんだけれど、まず質問なんだっけ、メンヘラの患者さんは多いですかっていう質問ですよね、最初。はい、よく来られますか、という質問です。はい、で正直ね、やっぱりあのそういう患者さんね、すごく多いです、美容整形の患者さん。はい、特にね、今11月なんだけれど、11月とかあの10月とかね、あるいは6月とか、そういう時は、特に多いです、精神疾患を抱えた方、メンタルヘルスの方。なんで多いかっていうと、あの特にその切開の二重とか鼻のプロテーゼとかダウンタイムのかかる手術をする人なんかは特に多いです、メンタルヘルス系の方が。こういうシーズンはなんで多いかっていうと、ダウンタイムがかかる手術なんで、仕事をしてる人とか学校行ってる人は通常、まあ、10月とか11月に手術できないわけですよ。まあ、あの仕事してる人、学校行ってる人はね、まあ、当然学校行ったり仕事行ってるしてるわけであって、まあ、1週間とか2週間もダウンタイムがかかる顔面の腫れる手術できるわけがないですよね。なのでこういう今みたいなシーズンは、あの切開二重とかね、鼻の手術とか腫れる手術をする人は、まあ、多くの人がメンタルヘルス系の方ですわね。メンタルヘルス系の方はまず引きこもってて、あの外で仕事してない人が多いですよね。だからダウンタイムが取れるから、まあ、今の時期でも手術するってことが多いし、あとは風俗嬢の方も多いですね。風俗の仕事って結構あの他の仕事に比べると好きな時に休めるっていうのがありますよね。あの1週間とか2週間の長期休暇を取りやすいっていうのがありますし、あと職を転々とする人が多いですね、風俗嬢の方は。なので前のお店辞めて次の店に移る前に美容整形して、でダウンタイムがあの終わってから次の店に就職するっていう人も多いですので、まあ、風俗嬢の方も多くて、まあ、風俗嬢の方もメンタルヘルス系の方が多いですよね。あのそうだね、やっぱ自傷行為がある人とか、パニック障害、うつ病を持ってる人が多いです、風俗嬢の方は。まあ、みんながみんなではなくて、中にはすごく明るくて、普通に人とコミュニケーション取れる人もいるし、まあ、普段 OL とか女子大
生やってるんだけど、バイトで風俗やってる人ってもいるから、みんながみんなそうではないんだけど、やっぱ風俗の方はメンタルヘルス系の方が多いですね。まあ、そういったこともあって、今のシーズンなんか特にね、すごく多いです。うん。で、まあ、中にはその普通の主婦とか、OL さんとかでも、まあ、ヒアルロン酸注射とかフォトフェイシャルとかダウンタイムのかからない治療だったら今のシーズンでもよくいらっしゃるけれど、まあ切る手術する人なんかはもう多くがそういうメンタルヘルス系の方ですよね。で逆に夏休みとか春休みとかゴールデンウィークとか年末年始とか長期の休みが取れる時になると、逆にメンタルヘルス系の患者さんが減って、まあ、普通の OL さんとか女子大生とかの方の、ダウンタイムのかかるキル手術が増えてきます。なので今のシーズンは長期の休みが普通の方取れないので、メンタルヘルス系の方が多いですね。うん。で特に僕の患者さんは多いですね。僕おかげさまでブログとかこういう YouTube やってて、結構全国から指名して僕の治療を受けたいっていう方がいらっしゃるわけですよね。そうするとやっぱりネットを見てすぐ予約する方が多いので、そういう方ってね、やっぱりメンタルヘルス系の方の割合が多くなりますよね、そういう場合だとね。うん。逆にその普通の主婦の方とかがヒアルロン酸の注射とかやりたいって予約すると、結構直前に明日やりたいとか明後日やりたいとか今週中にやりたいっていう人が多いんですよ、その OL さんとかだと。でも予約が埋まってて予約が取れないわけですよね。でもまあ引きこもってる人とか風俗の方だと、まあ1ヶ月先とかでも結構予約 OK って言って予約取りたいって言ってしてくれるんで、まあ、その結果は僕の患者さんは特に今のシーズンなんかは、繁忙期じゃない今のシーズンなんかはメンタルヘルス系の方がすごく多くなります。なのでその方も、私はメンヘラだって言っててすごく、はい、僕の診察を受けることとか躊躇してるみたいなんだけれど、はい、全然僕は慣れてるし構わないので大丈夫です、はい、うん、で嫌でもないです。で逆にそのパニック障害のある方とかリストカットとか自傷行為をする人って、はい、結構性格がね優しくていい人が多いし、うん、結構ね頭のいい人が多いですよね。うつ病の人なんかはね特に頭がいいですよね。頭が良くないとうつ病にならないわけですよね。悩んで悩んでって自分の頭の中でたくさん悩むからうつ病になるんだけれど、本当に悩まない人っているんだけれど、そういう人ってそんな頭が良くないんですよ。頭が良くない人の方が悩まないからうつ病にならないんだけど、頭のいい人の方が悩むからうつ病になるわけなので、だから結構メンタルヘルス系の方って頭のいい人が多いし、あと他人を責めたり、あるいは環境のせいにして何かを責めたりっていう人もあんまりいなくて、どっちかっていうと何か良くないことが起きると自分を責める人が多くて、すごく性格のいい人が多いので、全然僕は嫌いじゃなくて、むしろそういう人がいらっしゃると、もう僕は優しくしてあげなきゃって、大事にして包み込んであげなきゃって、むしろ責任感を感じて、僕頑張りますんで、全然遠慮なさらず大丈夫です。心配いりません。はい。はい、あとは、メンヘラ、人が美容整形を受けるときのアドバイスとかありますかってことですよね。そうですね、特にその引きこもってる人とかコミュニケーション障害の人とかって、他人と話す機会があんまりないから、やっぱりインターネットばっかりやっちゃうっていう傾向があるんですよね。でもインターネットの情報って美容整形に関する情報に関しては、まあ、9割くらいが嘘偽りなんですよね。うん。その誰かが成りすまして他院の悪口書いたりとか、自分のクリニックのことをその自作自演っていうんですか、自演して大成功したとか、やっぱり嘘が多いし、美容整形に関する情報も間違ったことが多いですよね。芸能人の誰々が失敗してどうなったとかあるけど、芸能人みんな整形してるってあるけれど、別に相プチしてフラになった人もいるのに、これも整形だ、整形失敗だとか
面白おかしくアフィリエイト目的でアクセス稼ごうとしてすごい嘘偽りが多いので、そういうのはね鵜呑みにしちゃってる人が多いので、それをやっぱり注意した方がいいですね。うん、インターネット見るのも悪くはないんだけれど、まあ、嘘の情報が多いので、まあ、鵜呑みにしない方がいいですよっていうことがアドバイスと、あとはねコミュニケーション障害があるとやっぱカウンセリングの時に自分の言いたいことが言えない患者さんって多いんですよね。診察室入って僕がいろいろどうしたいんですかって、二重やりたいんですかって質問してもね、何も喋れなくてずっと黙っている人がいるわけですよ。そうで結局話も展開しなくて、じゃあご質問とかないですか、ご検討してくださいねで終わってしまって、結局何もできないっていう方がね時々いるので、コミュニケーション障害があるんだったらまず何をしたいのかとかどうしたいのかってある程度頭の中でまとめて発信できるようにしとかないといけないですね。で当日になっても喋ることができなかったらもうメモ帳にある程度書いて、でそれを読んでもらうとか、まあ、そういう練習をしてある程度トレーニングして、あのカウンセリング のシミュレーションをしてから来てもらった方がいいですね。はい、そうじゃないとね僕も何をしたいのかさっぱりわからなくて困っちゃうことがありますんで、あとはああなりたいこうなりたいとか細かい要望のある人も多いと思うけど、コミュニケーション障害があるんだったらある程度ねデザインとかも僕に任せてもらった方が安心ですね。で下手に変な欲を出して芸能人とかの写真出してああなりたいこうなりたいって言うと、そのデザインで手術すると、その患者さんの顔に合ってないデザインだとすごく不自然になってしまうんだけれど、僕はあなたのまぶただとこういうデザインだとね食い込んですごい不自然になるからもっと幅を狭くした方がいいよって理屈でいろいろ説明しても、もう緊張して舞い上がっちゃって何も聞き取れなくてあーってなっちゃう人とかいて、どうしたらいいか分かんなくなっちゃう人とかもいるから、やっぱりそういう人ほどねある程度デザインとか任せてくれた方が僕にその人の顔に合った自然なデザインで適切な手術をさせてもらいますんで、そっちの方が喜んでもらえると思いますね。変に欲を出してああしたいこうしたい言うと、で分かりましたそれでやりますねって、私がでもこうなるからかえって不自然になりますけど大丈夫ですかって言ってもね、ではい分かりましたってね理解しないで返事してそのまま変な仕事しちゃう人とかもね、なんか時々いるような感じがするんで、任せてもらった方がいいと思います。はい、そうですね、まあそんなところで、結構僕の患者さんメンタルヘルス系の方多くてリピーターになってて、まあ、最初は全然打ち解けてくれなくて喋れなかったけど、通ってるうちにねすごい仲良しになって、いろんな会話とかできるようになってくるんで、僕慣れてるから大丈夫ですので、どうぞ緊張なさらずいらっしゃってくださいということです。以上です。はい、池上先生、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。